はい、1分前です。それでは皆さん拍手お願いします。おい、エリー、よー来たね。一人でやる、それとも二人、三人でもええよ。ええから行ってこい、冒険。はい、し、あ、一人用でええの。ほな名前タイプしてくれる。エリー、はい、全部聞こえてんぞ。すいません。おい、名前や、名前、名前、お前の名前入れんかい。お前みたいなアホ待ってられんわ。もうこっちで名前付け出してもらうわ。もうお前の名前はな、鳥皿21問それとも7問コースかな。 OK、 わかりました。キーボードの B が君の早押しボタンやから間違わんように。お腹減ったな。ディレクターも飯食わせっちゅうね。はい、20秒前。ああ、もう20秒前。正解わかったら早押しボタンを押して、答えの番号をキーボードから選んで。わかった、わかったら返事せよ。これ、はい、10秒前です。はい、デスクトップ消えます。7、6、5秒前。4、3。はい、お一人さん、いらっしゃい。新しい挑戦者が一人入ってきました。はい、カテゴリーを選んでください。なあ、まあ、ムカついてきた。もう俺が選ぶ。この問題のカテゴリーはこれで新記録。これはゆうちゃんなんやけど、1万円の問題、まあ、どこまで打ったらホマモのホームラン王になれんのかな。若きホームラン王松井秀喜、1シーズンに何本以上ホームランを打つと日本新記録達成になるのか。56本、54本、35本、71本。71本ってお前、これマグワイアより記録上やで。そら日本新やけど、その前に世界新やで。やっぱりあかんな、お前はな。全然あかん、根性なし。正解は56本。あのね、あの王さんおるでしょ。王さん、王さんが持ってる記録は55本やね。うん、まああのちょっとした豆知識やけども、あのコント55号、あの金ちゃんとジロさん、あのコント55号の55号はこの王さんが打った55本のホームランの55号。ほんなまあなんつうんかな、もうすごい記録やな、俺らもまあ、まあ、それにあやかって、まあ、すごいことやろうか言ってね、まあほんで55号ってまあ別にどっちでもええねんけど、まあちょっとした豆知識。はい、カテゴリーを選んでください。おいおいおい、もう決められへんやったら俺が選ぶで。この問題のカテゴリーは世界名作劇場。これはなんと2万円の問題。泣いたなあ俺も。この絵のタイトルを当ててください。フラダンスの犬、コスプレ犬、ウッドグストック、ナメ犬。フラダンスの犬、まあベタやけどね、フランダースの犬とかけてね。なあ、こんなもんすぐ分かる。ごめんなさい。はい、カテゴリーを選んでください。もうええ、もうそんなんやったら俺決めるぞ。プロデューペンスでメイクッダンス。この問題のカテゴリーは柔らの道とお茶の道。これは3万円の問題。
かなり難しいな。畳の文化は大事にせなあかんね。どちらも畳が敷かれているところ。柔道場一つで茶室の大体何室分の広さ。11、110、1、21。中途半端やねお前。疲れるわ。お前には疲れるわ。ほとほと。これ選べへんとこがアホや言うね。正解はなんとこれ11。柔道場いうのはこれ畳50畳って知ってた？これ知らんかったけど。で茶室の基本は4畳半やけどね。これ50÷4.5 っていうことで答えは 11.1。 11.1。 はい、カテゴリーを選んでください。おいおいおい、もう決められへんやったら俺が選ぶで。この問題のカテゴリーは仲間外れ。これは2万円の問題。ちょっと難しいな。最近旬な人らばっかりやけども、これある共通点があります。次のうち、うちなんちゅうでないのは誰。知念里奈、安室奈美恵、金城武志、キロロ。ちょっと君もアムラやったら知っとかな、これぐらい。もう今アムロナミエ言ったらもう沖縄ってなんかもうそんな図式になってるかな世間は。まあ、お前はどれを選んどんねや。これ選ばんかい。正解は金城武志。うちなんちゅっていうのはあの沖縄の言葉でね、沖縄の人のことですねこれ。あの金城武志は違うのよ。出身台湾やけども、あのなんちゅうの、お父さん沖縄でお母さんが台湾の人で、そのハーフやね。だからうちなんちゅうじゃないっていう。うちなんちゅうねえ、うちなんちゅう。はい、カテゴリーを選んでください。なあ、もうあかん、ムカついてきた。もう俺が選ぶ。この問題のカテゴリーは間もなく選手入場です。これはなんと2万円の問題。はい、タイプ問題です。答えを打ち込んでください。1952年のヘルシンキオリンピック、開会式の入場行進の先頭はギリシャ。では最後は。ほな行ってみようか。答えを入れたらリターンキーを押すのを忘れんな。ヘルシンキオリンピックやからフィンランドに決まってるやん。まあよう考えたら開催国が入場行進の取りっていうのはわかるわな。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは色もんが好き。これは1万円の問題。簡単やね。白黒のテレビで見たことある？俺は何年も見てへんな。次のうち、白黒テレビで見るといまいち盛り上がらないのは。アップダウンクイズ、ダイビングクイズ、パネルクイズ、アタック25、クイズタイムショック。パネルクイズ、アタック25。そら盛り上がれへんで。赤と緑が青に変わる言われてもやな。みんなグレーやな。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはチャンスは外すな。これは2万円の問題。ちょっと難しいな。スポーツ番組を見てたらわかると思うんやけども、どうやろ、見てんねやろか。次のうち、1回の獲得点数が最も多いのは。バスケットの3点シュート、ラグビーのトライ、サッカーの PK、 野球の満塁ホームラン。ラグビーのトライ。ラグビーのトライはこれ何や、何年か前ルール変わったらしいで、これ5点になった言うてね、今書いてますわここに。全然知らんかった、5点やった。はい、カテゴリーを選んでください。よかったな、ええ問題選んだの。ほなディスワダット行こうか。このディスワダットのカテゴリーはス
パゲティ交響曲。さあ今から7つの言葉を読み上げますので、それがパスタの種類なのか作曲家の名前なのかを当ててください。もしそれがパスタやったら1を、作曲家の名前だったら2を押してください。でパスするんやったら4を押してください。1問正解したら5,000円、ほんで不正解の時は1問につき5,000円のマイナス。ほなタイマーを30秒にセットして張り切っていってみよう。トルテリーニ、リガトーニ、コルネッティ、パガニーニ、パッパルデレ、レスピーギ、ラスト問題ルオーテ。メゾセブン、あんた1問間違っただけやがな。これもう最高やな。これ俺はでけへん、俺はでけへん。やるなやるなやるなやるやんけ。この調子でいってみよう。はい、カテゴリーを選んでください。 It's party time. Here comes number nine. この問題のカテゴリーはものすごい無駄。これはゆうちゃんなんやけど、1万円の問題。ある家のゴミを漁ってみると何やら出てきました。さてこの家は大きく3つ穴の開いた同じフォルムの白い服、しかも裾が犬にかじられているものもある。大原さん、磯野さん、のびさん、ゴーダさん。ゴーダさん言うたらジャイアンやんけ。ジャイアンやんけ。違うやんけ。これを選べへんかったは間違いやな。これ正解は大原さん。お化けの九太郎が居候してるのは大原さんちやない。わかるやろこれ。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは気絶するほど美しい。これはなんと2万円の問題。芸術品のサイズです。バスト92センチ、ウエスト67センチ、ヒップ97センチ。さてこれは誰の3サイズ。ミロのヴィーナス、自由の女神、人魚像、モナリザ。ミロのヴィーナス。この人結構こうムチムチっとしてるよな。俺もあんまガリガリは俺あんま好きちゃうんや。やっぱこうムチムチっと、ムチムチ言うてもそないムチムチはあかんで。まあぽっちゃり型かな。さあ第一ラウンドが終わったところで、この調子で第二ラウンド行ってみよう。さあいいですか。第二ラウンドは全ての得点が2倍。だけど外したらその分減点です。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはダウンタウンの恥ずかしい過去。これは2万円の問題。ちょっと難しいな。こんな名前でテレビに出たこともあります。ライト兄弟、兄の名前はウィルバー。では弟の名前はオービル、ウィルビー、ひとし、やすし、オービル。こんなん当てても嬉しないわな。ごめんな。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは行きつ戻りつ。これは4万円の問題。まあそこそこかな。まあ古い話やけどな、知識で知ってる人もおるんとちゃうかな。前畑頑張れ、前畑頑張れ。この時前畑選手は何回ターンした。0回1回3回2回。3回。これです。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはひょっとして親戚。さあこれは4万円の問題です。あれ誰やったっけ。トーマスとジョージはこれ詩人で、ヘンリーやったら彫刻家かな。ロジャー言うたらボンド俳優、
デミはゴーストで有名な女優さんやがな。父にあのシリコン入れはったほら。よっしゃ、ほな答えてもらおうか。タイプし終わったらリターンキー押して。ムーア。ロジャームーアとかデミムーアとかお前有名やないか。デミムーアぐらい知ってるやろお前。知らんの。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはウルヘソチテ。これは6万円の問題。できるやつおんのかな。はい、早押しボタンに指を置いて。問題はこれ。お茶場面の日本語は昨日の夜に、では理不尽な時のあんまりですを韓国語にすると。ノムハムニダカスマプゲカムサハムニダパンガプスムニダ。違う違うかな。それはあえて嬉しいですや。やっぱりあかんなお前はな。全然あかん、根性なし。正解はノムハムニダ。兄貴のコントで今でも言うてたやろ。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはゴーウエスト。これは4万円の問題。まあそこそこかな。よう似た名前でもコースは違うもんです。東京を出発したあなたがより西へ行こうと思ったら、どのルートの終点まで行けばよい。東海道新幹線、東海道本線、東海自然歩道、東海道53次。東海道本線。JR の東海道本線の終点は神戸やからね。この4つでは一番西まで行ける。はい、カテゴリーを選んでください。あー、えらいもん選んだ。まあええわ。 It's time for Ticklish Castle。 バンザイヒアリングのカテゴリーは最近丸くなったね。とりあえず10万円ぐらいから始めますわ。制限時間は30秒。時間とともに得点が減っていきます。今から言う言葉によく似た人の名前を当ててください。分かったらボタンを押してタイプしてね。大きな愛さ。大事にと。テレビに出るときは着物をよく着てますね。番組でね、やたら笑顔を振りまいてるけども、怒ったら怖いで。最後のヒント。戦場のメリークリスマスなどの有名な映画監督といえば、野坂昭之とどつき合いしとったやないか。分かったやろ。この人テレビ演芸っていう番組の審査員やってたの覚えてへんかな。もう俺らあんまええ印象ないんやけどな。まあ、俺ら言うのはダウンタウンのことやけども、なんかな、ネタやってたやんか。ほんならめっちゃ笑ってんねや。めちゃめちゃウケてるやん思ってたんけど、ある人の言葉を境にやな、コロッと意見が変わって面白くないねみたいな顔しやがって。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは同じ番号で同じ色。さあ、これは4万円の問題です。競馬の枠にもビリヤードの玉にも番号で決まった色がついてます。競馬の枠の色とビリヤードの玉の色、同じ番号に同じ色なのは3の赤と何、青、白、緑、黄色。ちょっ、青は競馬では4枠やけどビリヤードでは2番やな。これ選べへんとこが青や言うね。正解はなんとこれ、緑。競馬の6枠もビリヤードの6番玉もどちらも色は緑。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーはゴッホでも描けない。この問題はなんと6万円ですよ。6万円。
時代をよう考えたら分かるはずや。間違ったらどつくぞ。おのおの画家ゴッホが世界中を旅していたとしても絶対にスケッチできなかったのは、パリのエッフェル塔、ニューヨークの自由の女神、大阪の通天閣、中国の万里の長城。通天閣、これ意外とね、新しいね。ゴッホ死んでからできてんね。うん、吉本も持ってたよ。はい、カテゴリーを選んでください。この問題のカテゴリーは、右のポッケには何がある。これは4万円の問題。まあそこそこかな。ファンやったら忘れへんわね。石原裕次郎の命日はアジサイ期、美空ひばりの命日は何期。やわらき、川の流れのように期、リンゴ期、ひばり期。いやあ、君さ、あえて選んでどないすんねんな、お前。まあそれはまあそれやろうけども、お前ひねりがないがな、これ。ひねりがそのままやからこれ。うん、まあ俺はええと思うけどな。お前はどれを選んどんねや。まあ、これ選ばんかい。正解はリンゴ期、これです。はい、カテゴリーを選んでください。スーパースターのスペシャル。この問題のカテゴリーは唯一のもの。これはなんと2万円の問題。次の2組の正しい組み合わせを作ってください。神奈川県新横浜駅、滋賀県米原駅、岐阜羽島駅、三河安城駅、大津駅。大津は新幹線止まらんぞ。あ、これを選べへんかったは間違いやな。これ正解は米原駅。そう、ここここ米原って読むんやな、ここは。はい、カテゴリーを選んでください。アタックのコーナー。今から画面に赤と白の言葉が出てくるから関係あると思ったら早押しボタンを押してください。正解すれば2万円、間違えたらマイナスです。紛らわしいダミーもあるから気をつけることよー見といてや。この問題のヒントはこちら。とにかく赤い。めちゃめちゃやったね、君は。君は素晴らしいね。 You don't know Jack。 お疲れ様でした。おい、お前どうでもいいけど、ハイスコアボードに名前入ったぞ。おい、やけどな、お前初めてやったやん。せやから入ったやんか。勘違いすなよ。それがチューブの曲か。もしもう一回やりたいんやったら教えてくれ。
ほなな。誰も描かれていないリンカーン、大体に似合うなのも。犬やっつってんの、猫ってどうや。あ、ちゃうわ。そのままでよかったね。フランスよりも日本とか中国との方が、あのね、三浦安人言うたら、ごめんなさい、ブラジル、あれおかしいな、今日ごめんなさい。自活が合えへん、自活。今から言う、あ、ごめんなさい、明けましておめでとうございます、あのね、はい、それがチューブの曲か、山下、あのね。20日、13日、7日、つい、あのね、1日やね。すいません。ワッセルマン反応は梅毒にかかった時に見られる反応やね、これ。これは男の、あのね、男の、ごめんなさい。